グアムの日本食これ、うん、寿司ロール寿司ロール頼んじゃいましたでも美味しそうだよね。これなんかトビッコみたいなオレンジが何なのかすごい気になる。トビッコだよ。寿司ロールにチョコフラペに、うん、あ、なんか、ホットだ。ホットドッグじゃん、ね、になんかポテチがついてくる。ポテトフライかと思ったらポテチだった。確かに。せーの、いただきます。いただきますこれさ、こういうこと、うん、うん、これうまっ。ポイントだった。ポイントだった。おいしい。え、おいしい。もうかけちゃっていいかな。これは無理じゃん。めっちゃ美味しい。スプーンみたいな感じ。ショックあるよ。朝からフルーツとかめっちゃいいじゃん。めっちゃうまい。めっちゃ美味しいよね。やっぱさ、チョコとかうまいな。めっちゃ美味しい。そっち系は美味しいだね。美味しい。幸せ。幸せ。美味しい。美味しい。あ、そっか、取ってたこっち。忘れてた。うん。素だった。こっちいただきみやー。めっちゃジャンク。やば。マヨきます。うん。ソーセージ何枚？うん。しんどい。何枚？うん。しんどい。もっく。なんか魚肉ソーセージみたいな。え、辛い。辛い。あ、やっぱりプリ系じゃないんだ。辛いね。マヨきますな。なんかマヨネーズがなんかちょっとフォーの味してね、舐めて。うん、美味しいよね。美味しいじゃん。なんかマヨネーズがチーズっぽいっていうか、いや、なんか油っぽい。うん、マヨマヨ大好き。マヨマヨ大好き。マヨマヨラーか。うん、うん、おいしい。ポテチがご飯ってやばいじゃないですか。すごいよね。あ、ポテチうまい。ほんま。ほんまやで。ここで。ほんまやで。うまい、これ。ポテチ。ポテチがうまい。やっぱり、どうですか。これめっちゃおいしい。うん、なんかね、心ここにあらずだそうです。いろいろあって、萌えちゃんは。あ、ここか。ポテチ美味しいよ。不思議なガリの味する。うんうん、ガリ不思議。全部不思議なんだと。パンプンなんだ。ポテチ美味しい。なんか、この子一位来る時の飛行機の CA さん、うん、男の人やったじゃないですか。うんうんうん、めっちゃ不幸だったんですけど、男の人指輪とブレスレットでかい人、うん、かっこよかったの、その男の人が、うん、で、なんか空港ってさ、なんかそういうのうるさいイメージあったから、うん、アクセサリーとかさ、あ、てかまあファッションジュエリーみたいになってたから、なんかそういう日本になってほしいなって思った。海外はね、うん、いいよね。学校も OK っぽいよね、うんうん、なんかさ、国際線のさ、うん、違う、グアム着いてからさ、もうさ、ネイルさ、こう萌えより長いぐらいのネイルの人とかね、ピンクのネイルとかさ、楽しく仕事をできるっていいよね。だって、なんか、ね、美味しいんだ。なんかね、うん、多分、こうだと思う。おー、うん、これは苦手かも。そんなこと言わない。言わないで。そんなこと言わない。今はさ、どこ行ってきた？これか。うん。京都行ったから。こっちとか行ったのか、ウォーターパーク。うん、あの、昨日スーパー行った時の方から、多分なんかスーパー行っただけで楽しかったですよね。スーパー行けばよかった。めっちゃ楽しかった。私、オルサイクしてたし、してました。行けばよかった。横断歩道すら楽しかった。うん、うん、わかるわかる。これだった。
あと止まれで、10、9、8で、カウントされんの赤になっちゃうよって。こうマジ美味しい。美味しいね、優秀やん、いいね、めっちゃ。あ、これがこの葉っぱあるじゃないですか、木の葉っぱ、うん、を入れてきたの、ヤッシーの葉いっぱいある。もしかしたらさ、ホテルとかスーパーとかでさ、これ見せたら安くなったりするかもしれない。どうしてかおー、ナイスとか言って、うん、めっちゃ話しかけてくれるよね。うん、ありがたい。なんか英語勉強しながらだって、うん、林業こんなにしてるもん。確かに。まあ、ケチャップもいいかも。あ、あり、うん、でもつけるのあり、これ。まっ、うん、おいしい。あり、このポテチ美味しい。やっぱ海外ポテチ美味しいね。うん、ジャンクなものがうまいよね。プラス1、どうぞ。私も多分3個ぐらいだった。私も食べた。どうぞ。うまいわ、うまいわ。カリフォルニアロールは、うんうん、濃いね。なんかあの、辛い、辛い匂いしてきたもん、今。なんかマジマジ辛そう。でも辛いガリ、なんかつまみみたいな、うん、お酒ないからしんどい。昨日のね、マンゴービールめっちゃ美味しかった。みんなお酒好きだからさ、ね、何でもつまみつまみって。いや、だってもう完璧だから。ガリなんてつまみだよね、うん、マジで。昨日は 夜ホテルでタコキムチとポテチのあれ、あ、なんかチーズ、なんかチーズチップスみたいな、うん、最高、本当に。食べ物全然美味しい。エビヌードルみたいな、うん、そうそう、シュリンプ。今日は違う種類の食べる。たくあんもありですね。え、たくあん、たくあんもあったの。たこと、たくあんって。でも、こちらたこが好きだから、たこキムチもう一回、うん、もう一回買おう、うん、え、行こう。いや、マジで美味しかった、うん。晩酌ってか、あの寝酒がさ、ちょっとあの楽しみになりつつある。すごい。何話だっけ。そんな別に流せないような内容じゃなかった気がするけど、うんうん、何語った、何だっけ。いや、あれでも萌えの話しかしてないわけ。ダメだ、それはダメだ。ね、それは萌えの話しかしてないの、うちらで。萌えが、実はモラハラみたいな。萌えうちらにモラハラしてくる。違う違う、うちらね、萌え、いいかなって。やばい、それはやばい、それはやばい。にらみつけて、にらみつけてない。でも、本当雨と風が強くてお腹が空いて、ふぅーって。それに関してはリーコそうだ。メイさんが、うん、どうしたの、うん、何があったの。2人ともでも分かりやすくていいよ。ごめんよ。いや、でも最高、うん。次はウォーターパーク、うん、行きます。行きます。